ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな宇宙の話が聞けるのか楽しみにしていたの。宇宙好きの霊夢からしたら、宇宙に関してどんな話題が気に入っているんだ？どんな話も面白いんだけど、やっぱり特に気になるのは異次元の存在であるブラックホールの話題よね。ブラックホールほど謎に包まれた天体はないからな。本当にそんなもの存在するのかしらってほど信じられないスケールを持っているわ。今回は、ブラックホールの話を5つ紹介するぜ。とびっきりのブラックホールの話題を教えてほしいわ。それでは今日もゆっくりしていってね。ハッブル宇宙望遠鏡が、特殊な超大質量ブラックホールの姿を捉えた。そのブラックホールは、星を生み出しながら輝く軌跡を描きすごい速さで移動していたんだ。星を生み出しながら移動しているの？また、ぶっ飛んだブラックホールが見つかったわね。その飛行機雲のような軌跡では、多くの新しい星が生まれたのが観測されたな。それは、ブラックホールから輝いて伸びる光の筋として発見されることとなった。それって、地球から近いところにあったの？地球からおよそ76億7千万光年の距離だ。そして、光の筋の長さというのは20万光年以上だと判明している。いつもながら、単位が大きすぎてよくわからないのよね。全くもってイメージが湧かないわ。20万光年といったら、例えば天の川銀河の幅の倍ほどとなる。なるほど、その長さがすごいってことがやっと感じられたわ。この星々が生み出される奇跡的な光の筋の先端に超大質量ブラックホールが発見されたぜ。ブラックホールって、いつも驚異的なパワーで人類を驚かせてくれるわよね。超大質量ブラックホールは、太陽2000万個分の質量があった。そして、とてつもない速さで移動していたんだ。およそ14分で地球から月に到着してしまうほどのスピードだったと言われているな。あらら、そんなに急いでどこ行くのって感じよね。それにそのブラックホールは一体どうしてどこから移動してきたのかしら。ブラックホールが銀河を追い出され高速移動していることについては仮説がある。およそ5000万年前に超大質量ブラックホールを持つ2つの銀河が衝突しブラックホール連星となった。そして、そこにまた銀河が衝突して3つのブラックホールが存在する銀河となった説だ。銀河に3つもブラックホールがあるなんてなんだか想像もできないことよね。超大質量ブラックホールの30連星というのは、2つの連星に比べてかなり不安定となってしまう。それで、ブラックホールは2つと1つに分かれ2つの連星が1つのブラックホールを弾き出した。なんだか仲間外れにされて弾き出されたブラックホールがかわいそうね。後から来たブラックホールが仲間に入れずにいじけて銀河から飛び出してしまったのかしら。初めからいたブラックホールが弾かれたのか後から来たブラックホールが弾かれたのかは不明だ。そして、この仮説が正しいとはまだ証明されてはいないぜ。実際のところは、まだわかっていないのね。それにしても、高速移動するブラックホールはどうして光の筋を残していくのかしら。ブラックホールは、重力で巻き込んだ物質を放出する宇宙ジェットを吹き出したりするぜ。だから、これは宇宙ジェットではないかと考えられているがそこには疑問も残る。どうして、宇宙ジェットではないかもしれないの？もし、宇宙ジェットなら光の筋は扇状になるはずだ。だが、観測された光の筋は扇形ではなくまっすぐだな。であれば、宇宙ジェットの可能性は低いわよね。すると光の筋の正体は一体何なの？それは、まるで飛行機雲の軌跡のように見えるぜ。飛行機雲は、燃料から排出された水蒸気が水滴や氷の粒に変わってできたものとされる。それが、ブラックホールだとしたらどうなるかよね。ブラックホールから新たな星々が形成されたことによって奇跡ができたと考えられるんだ。光る星の奇跡なんて、素敵な話よね。だけど、どうしてブラックホールが移動するだけで星が生まれるのか不思議だわ。そもそも通常は星ってどうやって生まれるのかしら。星は、超新星爆発の衝撃波で生まれるぜ。または、星間雲と呼ばれる宇宙に漂っている物質が互いの重力で集まって核融合を起こして生まれる。するとブラックホールの移動で星が生まれるのはどうしてなの？ブラックホールは衝撃波を伴い高速移動することで、周辺のガスが圧縮され星が誕生したと考えられるな。だが、これはあくまで仮説であり現状実際に証明されているわけではないぜ。それについては新たな研究が必要なのね。だが、宇宙に輝く光の奇跡は実に美しいもので素晴らしく感動的だ。ブラックホールの底知れないパワーを改めて感じさせてくれた現象だった。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、ビッグバンから5億7千万年後の超巨大ブラックホールを発見した。これは、観測史上最古と言われているぜ。見つかった中で最も古いブラックホールなのね。一体どこにあったの？ EGYS8P7 と呼ばれていた銀河にあり、これは牛飼い座の方向232億光年の距離に存在する。EGYS8P7 というのは、発見された中で最も古くて最も遠い銀河だとされていた。
しかし現在は、HD1 が最も古くて遠い銀河だと言われているな。その HD1 って、どれくらい古くて遠いの？ビッグバンからわずか3億3千万年後に存在しており地球からおよそ135億光年の距離があるんだ。次々と遠くの銀河が発見されてすごいわね。EGYS8P7 は、後にシアーズ1019と改名された。発見されたブラックホールは、なんと太陽の1000万倍もの質量を持っていたぜ。最も古い超大質量ブラックホールなのにとんでもなくパワフルなのね。周囲から物質を吸い上げながら、活発に成長を続けているな。この発見は、宇宙初期にブラックホールが短時間で大きくなった理由の解明につながると期待される。宇宙の始まりについての謎を解き明かす鍵となる可能性があるのね。宇宙初期の星形成によって生じる光は、ライマンと呼ばれる放射線だ。これは、中性水素が電離することで発生するが、それで光が自由に流れるようになったと言われているな。宇宙初期って、光はあったの？宇宙の初期というのは、中性水素の霧で覆われていたため光が伝わらなかったとされる。しかし、こうした電離の時代というのは未だにはっきりとは解明されていないぜ。宇宙初期って、およそ138億年も前のことだものね。それを解明するって並大抵のことではないわよ。シアーズ1019といった超早期銀河というのは、比較的明るく研究がしやすいと言われている。シアーズ1019の超大質量ブラックホールの研究により巨大な天体が崩壊して誕生したと考えられたんだ。宇宙の最初の星の一つのような巨大な天体だぜ。宇宙の最初の天体ってかなり大きかったの？現在の星よりもかなり大きく、その崩壊でできたブラックホールは巨大になったと推定される。だが、さらなる観測により研究を続ければ宇宙がどのようにして生まれたかの理解が深まっていくな。宇宙の誕生や、その成長についてもっと詳しく解明していきたいわよね。アルマ望遠鏡の観測では、131億年前の宇宙に存在した銀河の中の銀河風が発見された。これは大規模な銀河風が見つかった銀河として観測史上最も古いものとなったぜ。銀河風って何？銀河風は、ブラックホールに落ち込む物質から放出されるエネルギーが周辺のガスを追い出して発生する。膨大なエネルギーによって、銀河全体に銀河風が吹き荒れることになるんだ。こうした銀河風は、銀河とブラックホールが影響を与え合いながら進化した歴史の解明に役立つ。銀河とブラックホールには深い関係があるってことね。そうなるな。大型の銀河の中心には、超巨大ブラックホールがあり互いに関連しているぜ。それは、ブラックホールの質量が銀河中央の質量と比例することからわかる。でも、銀河風はどう関わってくるの？銀河風は、星を作る材料となる星間ガスを銀河の外に追い出してしまうんだ。それによって、材料が減り銀河の中で星が生まれにくくなるよな。だから、銀河風は銀河の進化に影響しているってことなのね。宇宙誕生からわずか10億年ほどで銀河風が発見されたということは、銀河とブラックホールの関係も示唆する。つまり銀河とブラックホールは宇宙誕生から早い時期に互いの進化に関わっていたと意味するぜ。宇宙初期の銀河が見つかるほど、よりその詳細が明らかになってきているのね。原始ブラックホールが初期の宇宙を静止状態にした可能性があるんだ。新たな研究では、初期宇宙に存在しなかったとされたブラックホールの存在が示唆された。初期宇宙ってどうやって出来上がったの？宇宙はビッグバンによって粒子と放射線が宇宙を覆い尽くしてから膨張と冷却が繰り返されたぜ。そして、星や銀河が形成されていったと言われている。初期の宇宙にはブラックホールが登場しないようね。そもそも、ブラックホールってどうやって出来るものなのかしら？ブラックホールが作られる方法というのは、大質量星が寿命を迎え崩壊することで形成されるな。他にあらゆる力を圧倒する密度となるためそれがブラックホールを作るきっかけとなるんだ。それ以外に方法はないの？そうだぜ。今のところ、これが唯一の方法だと考えられる。だとしたら、初期宇宙に大質量星が存在したということになるのかしら。大質量星の形成と崩壊を経なくても、宇宙の冷却が始まるとその変化によりブラックホールができた。宇宙の一部が自然と高密度になったことで原始ブラックホールができた可能性があるぜ。原始ブラックホールって何？原始ブラックホールは、宇宙初期の限られた中で作られたものだな。だから、原始ブラックホールは非常に小さくミニブラックホールとも呼ばれている。その原始ブラックホールがどうやって宇宙を静止させたの？ブラックホールは、ホーキング放射という過程で少し光を放っていることがわかっているんだ。つまり、ブラックホールは何でも吸い込む完全な黒ではなく極微量の放射を行って蒸発しているぜ。じゃあ、ブラックホールをブラックホールって呼ぶのはかわいそうね。例えばほとんどブラックホールって漢字の名前に改名したらどうかしら。まあ、ブラックホールはとりあえずブラックホールでいいんじゃないか？一般的なブラックホールというのは、放射線を出すのは1年に1回程度とされるしな。
だが、原子ブラックホールのような小さいブラックホールは多くの放射線を放出するんだ。小さなブラックホールだったら、蒸発してしまってなくなってしまいそうね。研究によると、原子ブラックホールは蒸発するときに大量の放射線と物質を放出した。原子ブラックホールが、まだ宇宙が未熟なうちに十分蒸発したなら宇宙を静止状態にした可能性があるぜ。つまり初期宇宙を凍らせたかもしれないんだ。どうしてそうなるの？宇宙は膨張しているが、原子ブラックホールの蒸発で大量の放射線と物質が放出されるよな。それによって、物質と放射線の密度が一定に保たれ静止すると考えられる。なるほどね。それで、原子ブラックホールは全て蒸発してしまったのかしら。原子ブラックホールについての直接的な証拠は見つかっていない。だが、原子ブラックホールが残した痕跡はいつかどこかから発見される可能性があるぜ。原子ブラックホールはまだ理論上の存在なのね。原子ブラックホールが存在するなら、私たちの宇宙には小宇宙が無数に内在していたとも考えられる。宇宙の中の無数の小さな宇宙ってなんだか素敵よね。いつか原子ブラックホールが見つかるといいわね。ダークマターすなわち暗黒物質という謎の物質が存在するという間接的証拠が発見された。ダークマターは仮説上のもので、目に見えないが重力を持つため正体不明とされているぜ。どうしてダークマターは目に見えないのかしらね。それは、光を全く出さないからだな。そして、これまで観測されたことはないんだ。しかし宇宙の観察によると、ダークマターは必ず存在しているはずだと考えられている。でも、直接観測されてもいない仮説上の物質ってよくわからないけど信じられない部分もあるわね。それに、ダークマターってどれくらい宇宙にあるの？ダークマターは、宇宙の 27% を占めると言われている。そして、68% がダークエネルギーであり目に見える物質というのは 5% に過ぎないんだ。目に見える物質って、たったの 5% しかないの？未知の物質に圧倒的に割合が負けてるってどういうことかしら。それに、大部分を占めているダークエネルギーって何なの？ダークエネルギーというのは、宇宙が膨張しているのを加速させるエネルギーとされるがこれも正体不明だぜ。とにかく、分かってない部分が全体の 95% もあるってことにがっくりきたわ。だから、ここで朗報だぜ。連星ブラックホールを周回する伴星の動きをシミュレーションすることで新たな発見があった。このシミュレーションから、ダークマターが摩擦となりその動きに影響していると分かったんだ。なるほど、それはダークマターの存在を示す証拠となり得そうだわ。ブラックホールとその伴星は、お互い重力で引き寄せ合っているぜ。それによって、近づき合うことで軌道の崩壊が起きてくる。どれくらいの速さで近づいているの？問題となるのは、そこなんだ。軌道の崩壊速度は理論上予測されているが、その数値が実際の速度と全く違っているぜ。現実の崩壊速度は、予測値よりなんと50倍も速かった。どうしてそんなに違ってしまったのかしら？そこで、シミュレーションの出番だな。ダークマターが存在するとしてとあるモデルを使用してシミュレーションすると観測データと一致したんだ。ここでやっと、実際の観測と予測値が合ってきたってわけなのね。ブラックホール周辺のダークマターは、大きな摩擦となり星にブレーキをかけている可能性が示唆された。これは、ダークマターの存在を間接的に証明しているとも考えられるぜ。いよいよ、正体不明のダークマターの正体が明かされていくようになるのかしらね。これまでであれば、ダークマターの研究にはブラックホールの合体を調べるしかなかったな。そして、それが起こることは稀で研究のチャンスは少なかったんだ。今回の研究では、ブラックホールの合体ではなく連星ブラックホールに注目したわよね。そうなんだ。だから、今後のダークマター研究には新たな道が開かれたと期待される。今後、ダークマターの正体がもっと明らかになるとしたら楽しみよね。宇宙の大部分を占めるが正体不明のダークエネルギーはブラックホールが源だという証拠が発見された。それは宇宙の歴史から観測されたぜ。ダークエネルギーって謎のエネルギーってやつよね。宇宙の膨張を加速させる現象を引き起こす何かが、ダークエネルギーと呼ばれるようになったんだ。ダークエネルギーはこれまで観測ができておらず、その存在を示す証拠は間接的なものばかりだな。まだその存在は仮説上のものっていうのがなんだか無性に悔しいのよね。そうだな。まだ正体はわからないが、エネルギーは負の圧力を持ち重力に反発しているとされる。ブラックホールは、その不思議なエネルギーの源になっているというのね。どちらも常識を超えた不思議な存在だから、それってあり得る感じがしてしまうわ。研究によると、ブラックホールには真空のエネルギーが含まれていると考えられるぜ。その、真空のエネルギーこそがダークエネルギーが発現したものとなるんだ。いきなり真空のエネルギーと言われてもそれってどういうものなの？ダークエネルギーの正体として有力とされるのは、空間そのものが真空エネルギーだとする説だぜ。
真空とは何もないからの空間を指すが、すべての物質やダークエネルギーを除いても空にはならない。どうして空にならないの？量子論によるミクロの世界において、エネルギー量に揺らぎが存在するためエネルギーはゼロにならないんだ。つまり真空のエネルギーは、空間があれば必ず存在しダークエネルギーの正体と考えられている。そして、ブラックホールとダークエネルギーが繋がってくるわけね。ブラックホールというのは、巨大恒星が燃え尽きて自分の重さに耐えられず崩壊してできる天体だな。中心の重力の密度は無限大で、そこは特異点と呼ばれている。ブラックホールって光さえも脱出できないほどの凄まじい重力を持つのよね。そうなんだ。だから、ブラックホールは周囲の物質を飲み込んだりして大きくなっていくぜ。そうなると、周囲に星が多いほど大きくなるはずだな。まあ、飲み込むものが多いほど成長するわよね。だが、実際はそうではないとわかった。それは、巨大楕円銀河の歴史から観測されたんだ。巨大楕円銀河ってどういうものなの？初期宇宙に進化し、もはや星は形成されず飲み込む物質がほぼ見当たらない状況にある銀河だぜ。だから、中心のブラックホールは成長できないはずだが実際の観測では大きくなっていたな。周囲に飲み込むものがあんまりないのに大きくなっているなんて不思議よね。それは一体何を意味するのかしら。ここで登場するのが真空のエネルギーだ。物質の吸収などでは説明できないことを真空のエネルギーで説明できるからだぜ。真空のエネルギーが、ブラックホールの成長とどう関係するの？真空のエネルギーすなわち、ダークエネルギーの発現したものが宇宙の膨張と結びつくとする。それと連動してブラックホールの質量が増えるならブラックホールが大きくなることに納得がいくな。なるほど、これがブラックホールがダークエネルギーの源だという証明になるのね。そう言い切るにはまだ検証が行われなければならないぜ。だが、もしこれが正しければブラックホールの特異点の存在も不要になる。特異点がないなんてブラックホールというものが全く違った存在になってしまいそうよね。ブラックホールとダークマターには、アインシュタインの方程式で予言された共通項があったんだ。これまでは、これらはそれぞれ独立した現象と見られてきたがそうではない可能性が高まったな。人類は、ブラックホールとダークエネルギーという大きな謎の鍵を掴んだのかどうか気になるところね。これまでの観測では、まだ仮説の段階となるぜ。検証にはまだ時間がかかる可能性があるが、いつかその答えが導かれることを期待する。さらなる観測によって修正や撤回があるかもしれないけど今後も注目される説には違いないわよね。今回は、ブラックホールの話5選を紹介したぜ。ブラックホールは宇宙でも特に目立った存在だし、気になっている人も多いと思うわ。ブラックホールのことを突き詰めればキリがないほどの話題が湧き出してくるよな。コアなブラックホールファンにはたまらないトピックばかりだったと思うわよ。まだまだブラックホールの謎は解明されておらず、噛めば噛むほど味が出るスルメみたいな存在だ。ブラックホールはまだまだこれからも私たちに興味深い話題を提供し続けてくれるに違いないわ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。